えー、第一子妊娠中です。妊娠中の食べ物とか胎教とか子供が賢くためにしたことがいいことがあれば教えてください。胎教僕ほぼ嘘だと思うんですよね。あの、子供の頃にそのなんかモーツァルトとかをしなんか聞かせて賢くなるみたいな基本嘘だと思うんですよ。<laughs> あの、まあ、なんかその結果賢くなったって話を聞いたことないのと、あとあの、昔なんかそう胎教っていう概念もない頃から育った人で結構賢くなってる人がいるのと、あとあの、 まあぶっちゃけそのその胎児の状態って脳がそこまできちんとその成長してないので音が鳴ってるかなってないかぐらいの感覚はあるんですけどそれ以上のその聴覚の細かいあの 周波数を意識するとかっていうのができないので、例えばあのまあ、基本的にはあの母親の自己満足なんじゃないかなと思います。食べ物に関してはその栄養価はすごく大事なので、その母親が変なもん。食うと、またあのその母親が食べたもののが、あの血液に入ってその血液からこう。あの胎児の方にもそのあの栄養素がいってしまうので、なんで体に悪いものは食べない方がいいのと。あと栄養バランスはちゃんと正しく取った方がいいんじゃないかなと思います。とはいえ、つわりとかって食えないものは食えねえよって感じだと思いますけどね。